秋川郡は、朝鮮民主主義人民共和国環境北道南部にある郡。面積は、推定520平方キロメートル。人口は、推定6万7262人。継承地、七宝山を要し、温泉も多い。環境北道南部に位置する。東は、日本海に面しており、海岸線の延長は45キロメートル。域の大部分は、 産地が締め、軍西部に、基地州、秋川地高帯が走っている。鉄道や主要道路、有所在地の市街はこの地高帯に位置している。軍の中央部から、東部は、七宝山と総称される、火山性の産地で、継承地として知られている。軍の最高峰である上高峰や、下高峰は、七宝産地に含まれる。 このほか西北部の在徳山など、群内には多くの山がそびえている。七宝山地は日本海岸まで続いており、海岸部は岩石海岸となっている。西部の基地州、秋川地高帯には、課題川が南に流れている。課題川には、いタレい貯水池が設けられ、灌溉用水として利用されている。このほか 七宝山地に源を発して、日本海に注ぐ宝村川、裏、下川などの消火線がある。基板岩は、七宝山一帯は、流門岩、業界周海岩、砂岩、業界岩、基地周、秋川地高体は、結岩、砂岩、歴岩などである。土壌は、褐色森林土が大部分を占めており、一部地域に、お積土が見られる。山林が、 軍面積の80%を占めており、主要な植生は赤松、ぐい松ならである。道内の他地域に比較して温和な気候であるが、冬季の雪は多い。年平均気温は7から8度内外。1月の平均気温はマイナス7.6度内外。8月の平均気温は21.5度内外。年平均降水量は700ミリメートル程度である。現在の秋川軍は、 1952年に北朝鮮によって再編された行政区画である。歴史的な秋川軍は、概ね現在の秋川軍、火星軍、課大軍を合わせた範囲を管轄した。また、歴史的な秋川軍の中心地は、現在の火星軍に含まれるため、注意が必要である。古代には、要素や高栗ク牧海などの勢力下に置かれていた。 木海滅亡後、女神の勢力圏となったが、1107年に、高麗の院が、北方遠征を行い、高麗の支配下において、民元役と呼んだ。その後2年ほどで、女神が脱回している。1234年に、女神の王朝である金が滅亡すると、元の支配下に入った。元朝末期の1356年、高麗の教瓶王は、 北進政策を進めてこの地域を元から奪取し、基地マイコフに属させた。朝鮮王朝成立後の1398年に行われた地方行政区域の確定により、この地は東北面の基地集木に属した。1461年、リセアイの乱後の処理で反乱の発端となった基地集木は、吉木県に降格された。 この際、名言駅を含む霊異北の地域が切り離されて、秋川県が新設された。1512年に、吉木県が基地収穫として復帰した際、秋川県はその霊下に服したが、翌1513年に、秋川県が再設置された。1517年に、友情が建設されている。1605年には、秋川府に昇格した。 1895年に行われた地方行政区画の改変により、秋川軍となり、鏡上府に属した。翌1896年、環境北道所属となった。1896年には八面からなっていたが、1914年に鏡上軍から二面を編入しており、中面となった。軍長は、はじめした名誉内道に置かれ、 1936年に、上北面流戸黒堂に移転した。1945年8月時点で、秋川軍には10面126里が属していた。1952年12月に行われた、軍面離島配合に伴い、秋川軍の内赤面全域と上湖面の一部、上下面の一部からなる、秋川軍が再編成された。旧秋川軍のうち、 南部の過去面、過去面などは、課題軍に、北部の北面、西面、下面などは、永安軍に編成されている。この東廃合に伴い、旧秋川軍の軍庁所在地が、永安軍に属することとなったため、旧赤面領つくだざと、龍岸座との一部を併合して、新しい秋川軍の有う所在地とした。2002年現在、一遊二労働尺十三里がある。 この節の出店一優に労働者区十三里からなる。秋川郡の主産業は工業である。環境南道南部丹田の中心地区であり、フル丹丹鉱では、質の良い遊園丹が採掘されている。このほか秋川丹鉱業界岩鉱山などがある。小規模地方工業が発達しており、特に窓、窓戸紙陶磁器が知られる。高知は、 群面積の11%を占め、トウモロコシ豆米,米が主要な農産物である。特に豆は、吉州、秋川豆と呼ばれ、品質が良いことで知られている。タバコや玉ねぎもこの地域の特産物である。このほか、梨リンゴ、アンズ、ブドウなどの果実も栽培されている。また、畜産では牛、牛羊豚が飼育されており、特に羊は、課題羊として知られる。 海岸部一帯の宝村、東、浦下、吉野、各地区に水産業共同組合が組織されており、ホッケタラタコなどの漁獲やワカメ養殖が行われている。軍内には、秋川高等中学校をはじめとする各級の学校、小規模な映画館、図書館、託児所、幼稚園などがある。軍西部の地交代に、ピョンヤンとラツとを結ぶ幹線。 平ら線が走っている。秋川駅からは、支線のフルタン単行線が出ている。軍西部の地高帯に、幹線道路が走っており、南西方向に金作市と結ばれている。秋川優からは、軍南部の落東里を経由して、課題軍へ向かう道路や、軍東部の宝村里と,とを結ぶ道路もある。七宝山は、火山活動で生成した山で、 産地の面積は250平方キロメートルに及ぶ。環境北道の金剛山と称えられる、継承地であり、本家金剛山になぞらえて、内尻尾、外尻尾、海尻尾に区分される。1976年には七宝山、自然保護地区として指定された。天然記念物として指定されているものとして、海神寺の品繰り、宝村里の海尻尾の虹は、 露石砲、妖座里の第三期動物化石層などがある。また、温泉も多く、観光資源にも恵まれている。この記述には、ダウムから GFDL、または CCSA で公開される百科辞典、グローバル世界大百科辞典をもとに作成した内容が含まれています。ありがとうございます。